もらった俺は。ああ、好きなアイドル。はい、バーチャルユーチューバー。欲しいの？バーチャルユーチューバー。5万円だよ。女性の方で。このコンビニ売ってないかな。ま、松貝真央ちゃん。ちょっと全部入ってるけど。あなた、あなた全部入ってんだよその雑談。すいませんすいません。松貝真央ちゃん好きなこと全部入ってんのよ。そこはベニちゃんじゃないんかい。ほんで。ダメな。やべ。ミミタヤちゃんかな。まあ、ベニーさんとミミタヤさんどっちかって聞かれたら、まあそうね、そうなるかな。ミミタヤちゃんってこと？いや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 、ミミタヤちゃんってことでいいのね。まあタヤちゃん、両方にやっぱいいところがね。分かった分かった分かった。なんかまずいかも。どういうこと？自転車は車だから私の勝ちかな。兄が車やね。バイクの方と近いよ。でも日本だと自転車は車と一緒だよ。車と一緒ではないね、さすがに。やっぱ高速乗れる？乗れない。乗れないよ。一緒じゃないじゃん。覚えました。ありがとうございます。できるだけパンツは見ないようにしますので。あ、まあちょっとぐらいだったらいいですよ。本当ですか？はい、お安くしてくださいね。危ない、見える、危ない。あ、見ましたね。見てないです。見ましたよね。見てないですよ。見たからにはお安くしていただきますよ。見てないです。あ、じゃあ特別にちょっとだけですよ。え、いいんですか？だってあれ、まだ街来て間もないですもんね。まあそうですね。フランシスコマグナムさんって、あの中古車販売してるんですっけ？あ、そうですそうです。あ、今考えてるのでまたちょっと連絡するかもしれないです。安くしますよ。え、本当ですか？パンツ見せてくれたら。あ、それはちょっと考えておきます。あ、車安くするって言ってたよ、フランシスコマグナムさん。そう、うん、私がパンツ見せたら。え？私がパンツ見せてくれたら車安くしますよって言ってた。あの人変態。そこまで言ったのか、うん、あの人変態だよ。あ、じゃあ写真撮っていいからもっと安くできないかな。お前勝手に売るな私を。写真撮っていいとは言ってない。え、はい、よし、じゃあ行きましょう。フランシスコマグナムさん、パンツ割りはありますか？パンツ割りは、はい、パンツ割り、はい、パンツ割り。パンツ割りは、まあ、ありますよ、パンツ割り。よし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 、オッケーです。お店のちょっと奥の方で僕だけに見せてくれる、はい、それはまあ勉強しますよ、そこは。聞いてました今、ライドさん。聞かなかったことにします。危ない危ない、同僚に聞かれるとこだった。え、一旦300か、はい、どうしようかな、買っとこう。いや、どうしようかな、800欲しいけど。300は、もうちょっと安くならないかな。え、バイクもあります？200、バイクさっき840万の売れちゃって。あ、何。え、そんなそんなことして、僕そんなことしても安くならないですよ。ならないかな、ならないですか、これ。かわいそう。安く、それで他のポーズないんですか？他の、え、なんかもしかしたら安くなるかもしれない。あんまりセクシーじゃないなこれ。それ見たって。ちょっと見た見た、全部全部見た。これいいじゃないですかこれ。まあまあまあ。はいはい、ちょっと待ってくださいね。はい。後ろなんか入ってたっけ今。あ、え？シスコさん、フランシスコさん。いや、なんでそんなので、なんすかそれで。いや、これ観測者が今これがいいって。声が聞こえてきました。まあじゃあそう、うん、まあまあまあ、じゃあその衛星中継の観測者ですよね。そうです、250万に免じて、じゃあ免じていいですよ。よし、やってきた。よし、ふ、頑張りがあったね。頑張った、はい、もんちゃん頑張ったよ。私、じゃあこれおまけにパラシュートとサインボードを後ろ入れて。ありがとうございます、はい、おまけ付きです。ありがとうございます。パラシュート